2008年3月の状況イアットリージェンシー、香港、香港外越支店チムシアッツィとは、香港急流油センサカン、口ムシアッツィに位置する超高層ビルである。川ち道に面する三角形をした、この外区は、香港では、典型的なショップハウス型の中層住宅が、ひしめき合う場所であったが、香港政府の表立て局から、川内道し立て項目の再開発用地として、 指定された。建物は2002年に建設が始まり2007年に完成、開発は香港の不動産開発企業である新世界発展有限講師による高さ261.0メートル、地上63階建ての地下4階建てで、シムシアッチ地区としては最も高い超高層建築となった。高層部のザマスターピースは住居スペースとなり、中層部は ハイアットリージェンシー香港チムシアッツが入居、低層部にはショッピングモールが設置されている。ホテルとショッピングモールはそれぞれ2009年10月2日にフルオープンした。周辺は香港でも最も繁華で非常に国際色豊かな場所の一つとして知られる。付近にはザペニシュラ、香港やシェラトン香港などの各高級ホテルが立ち並んでいるほか、いよいよ 厚道側には徒歩圏内で重計退化が控えている。また、同地区にあった旧ハイアットリージェンシーの土地には2009年12月現在再開発されオフィスとショッピングモールが併設される複合ビルが建設されている。建物は香港 MTR トンバ線の尖狩あずま駅と直結している。ありがとうございます。